日向坂46が3月12日火曜日から6月12日水曜日の期間に東京スカイツリーとの初のコラボレーションイベント、日向坂 46WR in 東京スカイツリー R 日向坂46の虹を開催。イベント初日に東京スカイツリーにてプレス発表会が行われ、日向坂46の斉藤京子、佐々木久美、ニューあかりがおすすめの展示装飾、フォトスポットなどを紹介した。ライブにフォーカスを当てたイベント。同イベントは、3月1日より六本木ミュージアムにて開催中の日向坂46展 VR と連動し、3月27日、水曜日にデビュー5周年を迎える日向坂46のこれまでに開催されたライブにフォーカスを当てた企画。特別展示装飾やオリジナルフォトスポットが地上450メートルの展望回廊をメインに設置されるほか、夜には窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた、スカイツリーラウンドシアター R での特別映像の上映や日向坂46をイメージした特別ライティングも点灯される。限定コラボグッズやカフェメニュー、メンバーと合成写真が撮れるフォトサービスなども展開する。東京スカイツリーとのコラボということで、これまで来たことがあるかと聞かれた斉藤は、冠番組でやらせていただいている、キョコロヒー、テレビ朝日系、という番組で、初めての特番の時にスカイツリーでロケをさせていただいて、すごく思い出ですね、とにっこり。3人がおすすめのスポットを紹介。今回のイベントでは特別展示装飾やオリジナルフォトスポットが地上450メートルの展望回廊をメインに設置されているが、斉藤は展望回廊最高到達点にある空飛ぶ雛探祭をおすすめのスポットに挙げ、今までのライブの写真が一面にあって、私たちでも見たことがない秘蔵写真がたくさんあったので、すごく注目ポイントだなと思います、とアピールした。一方、佐々木は展望回廊フロア450折り返しエリアにある、ポカと一緒にというフォトスポットを挙げ、ポカという私たち日向坂46の公式キャラクターがお空を飛んでいる感じで、メンバーの加藤志保と私、佐々木久美のパネルが、両サイドに置いてあるんですけど、加藤とはすごく仲が良くて、ひくとし、っていう風にも呼ばれていて、笑。二人と一緒にポカがいるのがすごく嬉しくて、ぜひ写真撮っていただきたいなと思っていますと仲良しのメンバー加藤、マスコットキャラクターポカと一緒に写真が撮れるスポットをおすすめ。また、ニューは展望回廊フロア450スロープの、この眺望を背景に、というフォトスポットを、アクリルキーホルダーとかグッズとかがいっぱいあって、星面のアクリルキーホルダーを置いてスカイツリーから見える景色と写真が撮れるんですけど、そこは東京ドームが見えるんですよ。と興奮気味に紹介し、約束の卵、という楽曲が日向坂46にありまして、東京ドームを胸に、という楽曲でして、私たちにとってすごく大事な場所の、約束の卵、東京ドームが見えるので、たくさん写真を撮っていただきたいです、と、グループにとって大切な場所である東京ドームも望む撮影スポットをプッシュした。